はい、皆さんこんにちは、林です。なあです。今日はですね、3月18日の夜となりまして、本日の動画の方を開始させていただきます。はい、船田さん、本日はですね、第1発目の無料セミナーをですね、今日の朝10時から開催させていただきますけど、総合的な感想いかがだったでしょうか？このZoom を使ってセミナーってなかなか皆さんのその熱量とか思いとかって感じにくいんですけども、でもやっぱり話してて皆さんがですね、すごく真剣にこう聞かれている感じっていうのはやっぱり受けて取れましたので、カメラやってみたいなっていうね、思い皆さん持っているんだなっていうのを私も話していて、非常にですね、そこは感じましたので、今日本当に開催できてよかったですね。そうですね、今回のねセミナーではですね、セミナー参加者に対する無料特典というのをですね、提供していただきましたけど、それについてどうでしょう？特典ですね、結構今回頑張りました。実際ですね、私が100万円稼いだカメラのリストっていうのを直近で稼いだものをね、お渡ししておりますので、言ってしまうと本当にあれをですね、しっかりね、同じようなものを仕入れて売ってもらうだけでですね、利益っていうのは出てくると思います。やっぱりですね、そういった特典も重要ですけども、まずはですね、やってみるっていうのが一番ね重要だと思いますし、インターネットビジネスって結局は最後はね、一人でコツコツとやっていくんですけども、なかなかやっぱり人間ってそんなに強い生き物ではないので、こういう機会だったりスクールって形でみんなでこうね、コミュニティとして学んでいくっていうのが、仲間と一緒にやっていくっていうのがですね、継続性も出るし、皆さんのですね、横つながりだったりとか、あと他の方の実績とかっていうのも見ながらやると、やっぱりね、切磋琢磨してやれる環境の方がですね、私もそうでした。で、あの人がね、こういう結果出したからちょっとね、自分負けないように頑張ろうだったりとか、そういったものあると思うので、ぜひですね、今回ヤフオクとですね、日本のアマゾン、アメリカのアマゾン、eBay の形で、全てのプラットフォームがですね、一気に学べるって形で、今回スクールをですね、やっていこうと思っておりますので、本当にね、この機会にね、カメラをしっかりですね、学んでビジネスにね、取り入れたいって方に関してはね、もう本当にいい機会だと思いますんで、ぜひですね、この機会に検討してもらえたらいいのかなというところですね。僕も今日ね、朝2時間ぐらいしっかり聞かせてもらったんですけど、日本でやり残したなと、本当にね、シンガポールから帰ってきて、またこのカメラ販売事業ね、しっかりやりたいなって思いがですね、すごく将来性がありますし、国内 eBay、Amazon 全部網羅してるっていうのが、やっぱこれすごいなと思いまして、それを全部ね、明確に教えられるっていうのは、なかなかそういった講師っていないと思うんですよね。船田さんのすごい強みだと思います。明日も、夜の20時から22時、それから春分の日ですよね、3月の21日の夜も20時から22時、そして最終はですね、3月の27の20時から22時、来週末はねちょっとないんですね。船田さんもすごくお忙しい方なので、イベントとかもあったりとかしてできないので、もう残り3回しかございません。なのでぜひですね、この無料セミナー、お時間を無理してでもね、作っていただいて聞いていただければなというふうに思います。で、あとですね、私の方の日々のメールマガでもですね、いろいろと講座に関してのこととかもね、配信したりとかしますので、ぜひね、私のメールマガまだ読んでないってことですね、こちらも概要欄の方で登録できますので、ぜひこちらの方でも情報を取っていただければなというふうに思います。ということでですね、今日はね、熱いセミナーを本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。はい、また明日もですね、ライブでまたやりますので、ぜひ皆さんですね、今からでもですね、参加できますので、ぜひふるってご参加の方を楽しみお待ちしております。本日のコンテンツの方も以上となります。もし本日のコンテンツが良かったと思ったら、船田さんも一緒にいいねの方よろしくお願いします。お願いします。はい、本日の動画もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。